皆さんこんにちは。エイスアップホープディセルプス運営者のトムと申します。本日は新たにこちらリモフリースジャケットの L サイズを購入しましたので、以前持っているリモフリースの M サイズと比較をさせていただきます。でこちらの、リモフリースジャケットは国内のノースフェイスでは取り扱っていない商品でして、韓国のノースフェイスホワイトレーベルという韓国の限定モデルとなっております。で私が動画を投稿してから約1年ちょっと経つんですけれども、こちら去年動画作成させていただきまして、今でもやはり国内ですとなかなか試着できる機会というのがないので、サイズ結構聞かれることが多いので、以前の動画よりもサイズ感を分かりやすい動画を作りたいなと前々から思っていて、今回新たに L サイズを購入して皆様に分かりやすくお伝えできればなと思っております。でこちらのリモフリースジャケットなんですけれども、今回バイマで購入しました。店舗さんによって到着までの時間の差であったり、あとは配送方法で、少し早めることができる配送方法などがオプションなどで選択することができると思うんですけれども、今回は通常の配送というところで、10月の19日に購入してだいたい3週間くらいで届きました。やはり海外からの発送にはなってしまいますので、少しお時間がかかるということは、あらかじめご了承いただければなと思います。早い便だと1週間とか1週間以内に届くものであると思いますので、もし早急に着用したい日から逆算してできるだけ早い方がいいという方は、そういったオプションなどで早めることもできますので、そういった部分でもご覧いただければなと思います。今年のモデルから、以前はこのパッチの部分がこのようなデザインで、ゴムのようなパッチだったんですけれども、今年のモデルからは刺繍で少しデザインが変わっております。ちなみにこちらの下にある数字というのはアメリカのハーフドームノースフェイスのここのロゴのモチーフになった山の一つであるところがデザインされております。ここの数字の部分というのはそちらの座標になっております。で似たデザインで国内のアンタークティカバーサロフトジャケット、同じようにパッチがついているデザインのものがあるかなと思うんですけれども、そちらのとの比較は以前動画で作らせていただいておりますので、今回の動画ではサイズ感というのを中心にご紹介できればなと思います。でこちらの商品の特徴といたしましては、首周りが小さいというのが個人的な感想で、結構コメントでもインナーにパーカーを着て着用したいですということを記載してコメントしてくださる方いらっしゃるんですけれども、パーカーを着用する場合ですと結構サイズ上げないと厳しいかなと思います。後ほど着用動画で見ていただくんですけれども、私の身長が176センチ、体重67キロという体型で、半袖、今私半袖なんですけれども、半袖の上から1枚着る想定をして M サイズを購入しました。スウェットパーカーなどかなり厚手のインナーを着用すると M ですともう全然苦しくて着れないので、半袖の上から着用するといった着用で M サイズがジャストサイズですので、基本的には私と似たような体型でしたらまずは L サイズがおすすめかなと思います。 L サイズですと他にスウェットトレーナーなどの厚手のものを着用しても L サイズでは問題ないといった形でした。 L サイズでインナーをパーカーにした場合なんですけれども、フードがある分どうしても首周りというのがきつくなってしまいますので、フードをかぶらないでフリースのジップを上まで締めるというのは L サイズでも厳しかったです。ですのでもしジップを開けたまま着用される場合でしたら全然問題はないんですけれども、ジップを締めてインナーにパーカーを着用されたい場合でしたら、より大きめのサイズ、私ですと XL サイズとかの方がいいかなと思います。ただ着丈や袖丈結構長くなってしまうと思いますので、そちらだけあらかじめご注意していただければなと思います。ということでちょっと前置き長くなってしまったんですけれども、半袖の T シャツの上から着た着用動画、スウェットトレーナーの上から着用した動画で、パーカーの上から着用した動画というのを、ご覧いただければ
なと思います。また、身長164センチの女性の M サイズと L サイズの着用した動画も合わせて、ご覧いただければなと思いますので、ぜひサイズ感の参考にしていただければなと思います。それでは着用動画ご覧ください。I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny. But I'm not quite there, ready for love. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long ago. Oh, how I wish I didn't care if I was okay.Just erase, rewind, let it roll. But now I've been there and done that. And now I'm fine by then. We were on a high, but now we're letting go. And funny that we're back is all I know. All I know from now. I'm thinking by myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine.Breathe the fresh air and feel good. Back at the spot where you first kissed me. I don't feel a thing, although I should. I learned my lesson last year, and now I'm fine again. We were on a high, but now we're letting go. And funny that we're backThe best thing I did, and I want you to know.
はい、ということで着用動画を見ていただきました。フリースの、推奨サイズというのがあるんですけれども、こちらの M サイズですと165センチから175センチ、L サイズですと170センチから180センチと記載されておりますので、そちら、一つのサイズのご参考にしていただければなと思います。韓国のサイズ表記は、数字で表されることも多くて、 M サイズですと95、L サイズですと100といったように、ワンサイズサイズが上下するごとに数字が5ずつずれますので、そちらも購入される際の、サイズご注意していただければなと思います。分かりづらい点もあったかなと思うんですけれども、やはり国内で、試着国内で販売している商品ではないので、試着できる機会がほとんどなくて、サイズで迷われている方結構いらっしゃると思いますので、着用動画見ていただいて、サイズ感のご参考になれば幸いです。以前と同様にサイズ感で迷われている方いらっしゃいましたら、全然コメントで、おっしゃっていただければ、私の憶測での、お答えにはなってしまうんですけれども、お答えはさせていただきますので、ぜひ、もし何か気になることありましたらコメントでおっしゃっていただければと思います。ということで、本日はノースフェイスのホワイトレーベルから発売されているフリースのリモフリースジャケットのL サイズを新たに購入しましたので、 M と L のサイズの比較ご紹介させていただきました。ご参考にしていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。